キング、親父ランキングベスト100を目指していくドキュメンタリーである。どうも、ただのテニスプレイヤーかよぽわです。今日はピラミッドリーグ第6試合目をお送りします。前回2試合2連勝中ですが、今日はどうなるでしょうか。それでは早速いってみましょう。第6試合目第1セットスタートです。
ここでスコアが分からなくなって話し合っているんですが、自分が最初のサーブゲームを落としたと言い張って、スコアは 3-1 と自分で主張してしまいました。
ということで第6試合目の第1セットは 3-6 で相手に先行を許してしまいました。スコアを間違えて1ゲーム相手に上げてしまっていたのも痛いところでした。次回は第2セットをお送りします。このまま負けてしまうのか、それとももう1セットを取り返すことができるのか、次回もお楽しみに。それでは今日はこの辺で、まったねー。